どうも、ふうへやです。どうも、リモコンです。ということで、これが今の俺の状態です。おい、やめろやめろ、俺のパソコン、あー壊れた。さあ、ということで、あ、やばい、なんかチャット欄がすごいことになってるけど、なんと今回この世界はめちゃくちゃ伝説のポケモンが湧く世界に来ました。ということで、今日はこの世界でポケモンバトルやっていきたいと思います。前回は俺が勝ったよな。え忘れてる。違うかね。忘れてる忘れてる。ってことで、じゃあまず、はい、これ初期ボックス、ちょっとうるさいから消すか、このチャット欄。ビクティに湧きすぎなんだけど。これすごいな、マジで。なるほどね、スポーンが3000倍になってるわけですね。そう、そんぐらいなってる。さあ、ってことで、じゃあそれぞれね、ちょっとチェスト見てもらうと、はい、ハイパーボール。これはね、無限に出していいです。そしてマスターボール1個と、まあこの不思議な飴あるんだけど、まず、この不思議な飴は、最初持ってる御三家にあげちゃって、どんどんもう最終進化までさせちゃっていいよ。了解です。進化してる。まあ、このポケモンは別に、あの、戦いで使ってもいいし、使わなくてもいい。あ、来た来た来た。なんかちっちゃくね。待って、あれ俺ちっちゃい。え、でっかいリザード、かっこよ。まあ、空飛べますから。あー、月光がかっこいい。あ、え、リザード空飛べんの。えずるー、ずるいずるいずるい。うわー、マジか。でも月光が乗れるよ。あ、なるほど、月光が走れるのか。まあ、最初のキャラで、まあ、移動してもらうっていう感じで、なんと今回縛りとして伝説のポケモンしか捕まえちゃいけないっていう縛りでね。なるほどね。だからこんないるわけですね、伝説が。そうそうそう、そういうこと。で、まあ、さらに、あ、ちょっと待って待って、帰ってきて。5分間に1回、なんとポケギブっていうコマンドができます。そのコマンドは、なんとランダムにポケモン1体ゲットすることができるんでね。そこで、伝説幻以外出たら扱っていいよ、別に。使ってもいいし、伝説のポケモンとの戦闘とかにも使っていいよっていう感じで。さあ、そしてポケモンボール、この中にいろんなの入ってるんだけど、1人2回まで引いてゲットしたボールはもう無限にゲットしていいです。ということで、じゃあリモからいいよ。いきます。はい。いやー、ダイブボール。ダイブボール、それはまあ釣りとか水の上にいる ポケモンが捕まえやすくなるらしい。わかりました。2回目。はい。ダイブボール、月の石で進化するポケモンが捕まえやすい。じゃあ俺いきます。はい。お、クイックボール来た。やったー。これは確か、うん、あの、早めに投げれば投げるほどいいボール。そしてネットボール。ネットボール、あ、水タイプと虫タイプが捕まえやすいらしいね。なるほどです。さあ、ということで、準備いいですか。いいですよ。じゃあ30分間、よーい、スタートー。行くぞ。いいなー、羨ましいなー。いや、ただ結構が、あー、コラッタに当たったらもう倒す。こんだけ湧くんだったら、まず砂漠にいるグラードンを生まれちゃおうかな。ケルディオさんじゃないですか。いや、でもちょっと怖いわ、まだ。まあ、でもやっぱマスターボールが1個あるから、どんなポケモンも一発で捕まえられるボールだから、先に伝説1体は欲しくね。そうだね、伝説1匹欲しいね、とりあえず最初に。てか、噂によるとさ、あのグラードン伝説で最弱っていう噂聞いた。なんかね、言うね。でも欲しいね。まあ、かっこよさあるよね。あ、ここ俺ポケモンセンターに来たんだけど、こういうところでゲットできるアイテムはバトル中に使っていいからね。見つけてしまいました。早速グラードン。すごい。ちょっと待って、これね、まはい、ターボスからもったいないな。絶対俺が言ったこと聞いてるじゃん。別の探そっかな。一回、なんか、まあまあまあ、まだ時間たくさんあるからね。でもなんかリザードン羽怪我してるかも。そらそんなわけないだろ。あ、そしてこれ結構あるんだけど、このレイドバトル、はいはいはい、これもねたまにあるんで、まあ、これで倒すとポケモンボールでゲットできるから、これを挑むのもありだね。なるほどね。グラードンいる。え、グラードン2体いる。うわー、なんか弱そうなのでいいです。え、なんか俺の月光がもう足怪我してるかもしんない。そうそうそう。え、待って、リモコンじゃねこれ。え、あ、本物だ。どこ？え？リモコンいるじゃん。え、殴れない。え？あ、消えた。何言ってんの？消えたんだけど、リモコン。え、待って、あ、月光がジャンプすると速い。なんか俺今見たことあるやついる。あ、違う、全然違うやつだ。あ、月光が海も微妙だな。それ泳げてんのか、月光が。お、待って待って待って、あいつ欲しい。こいついたら空飛べそう。なになに、ちょっと置いてかない、置いてかない。なに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 、え、リモさん、なんでこんなとこいいんですか。そう、これ受け取ってほしい。あ、やばい、沈んでく。え、なになになに、これ受け取ってほしい。お、あー。どれどれどれ、深海に落ちてった。はい、なにこれ、
グラスメール？何これ？あれ？なんかメモ帳的な？読んでみます。待って、ラティアスめっちゃいいんだけど！すごい！えぐくね！すごい！いやでもラティアス欲しいんだよ、飛べるから。セミじゃん。やめろ！ちょっとじゃあグラスメール読んでいきますか。はい。あー、お前ひでえ、おめえ絶対許さねえ。デスメールデスメール、この借りはポケモンバトルできっちり返すからな。待って、ラティアス、ちょっとハイパーボール投げまくろ。これもう無限だし。なんかラティアス落ちた急に。待って待って、なんか水の中にラティアスいいんだけど。 OK、 戦闘できて、これでじゃあまずマスターボールを使うと。オッケー、まあ、これで移動手段、移動手段にもなるからね。そっちゃんだね。仕方ないだろ。あんなにいたのに。それね。さあ、そしてポケギブタイム。なるほどね、来たか。はい、ペタペタ。そんな。じゃあ俺行きます。よいしょ、ルナトーン。いやでも42レベだから、まあ、こいつはまあ戦い要員としても使えるね。そんなこと言ったらうちのベトベトン49レベですけど。強そっちが当たりだった。いや俺はもう翼生えたから、これでどんどんいいバイオームまで行くよ。あ、そう忘れてたんだけど、このネイチャーコンパスってやつでバイオーム見つけることができるのをね、忘れてたわ。え、これにしよっかな。キビリ決めた。なんかやばそう。使われたのはゼルネアスです。まあ、伝説のポケモンにも結構レアなスポーンとかもあるのかも。どんな声。すごいところが出てた今。エンテ見つけちゃいました。てかエンテなんかいがちじゃね。さっきのラティアスよりはマシですよ。なんも言えんわ。でもね、さっきからマナフィーとかケルディオとかいるけどさ、あいつらなんかちっちゃいからそんな強くなさそうなんだよね。いないの海洋が。あ、海洋がね、それちょっとおもろいかもな。いや、これ捕まえられるかな。それが問題なんだよね。いいや、ハイパーボールで。さあ、あ、そしてポケギブタイムやってきました。ちょっと先やっていいっすよ。はい、じゃあ行きまーす、はい、よいしょ。ん？お、ゴリランダーだ。いいじゃん、やったやった。ちゃんとボールに入らねえ、一瞬でぶっ壊されちゃう。頼むよ。あ、殺しちゃったんって。じゃあ、いいや、ポケギブやります。はい。夜割る、夜回る。夜回るね。カタカナ読めなかった。やっぱ伝説はやっぱ捕まえにくいよな。でもめっちゃ湧いてるな。あ、いや、これいるな、近くに。英語わかんない。英語がいるんだけど。あ、ザシアン湧いた。ごめん、じゃあ捕まえよっかな。じゃあちょっとザシアン使います。いけ、ムーンフォース。待って、ザシアン強すぎてまずいかもね。ちょっと連打しすぎて死んじゃった。ん、こいつじゃね。何こいつ、俺知らない。いいや、ちょっと行ってみよう。ただこいつ絶対伝説だな。ちょっとじゃあどうにかしてゲットするか。やばい、全然聞いてない、ね、ちょっとやばいってこいつ。あ、今お互いに戦ってる、もしかして全滅した。でー、強い。だってラティアス頼んだ。うわー、なんか微妙。いやだが、こいつのタイプがわかんない。どう？サイコキネシス入れ。うん、いやこれダメだな、効果今一つじゃね。いけ、竜の波動は入ってるな。え、こいつ回復するやつじゃん。草タイプだ、わかった。よしよしよし、いい感じに傷つけた。しかもこのラティアス自己再生持ってるから、結構ヤバそうになったら回復できる。つまり結構耐久できるってわけだな。ハイパーボール。さあこのボールどうなる。え、あ、くそ、惜しい。で、あー、倒しちゃった。何いたの。あー、くっそー。いや、なんかよくわかんねえやつ。来た来た、 8% のオーダー余り来た。やばい、ポケギブでゲットしたやつで戦うことになっちゃう。ちょっと入んない、ハイパーボールに。こいつも伝説っぽいな。ここでクイックボールは、これもう早いでしょ、クイックボール。あ、ダメだ、バトルする前にボール投げてゲットする作戦。卑怯とは言わせない。来た。え、何使いました。え、ザシアン使いました、ました。やられた。皆さん、動力ですよ、これ。うるさいうるさい。俺ずるいよ。はい、投げて、どれか1体ゲットしろ。哀れだな、ガチで。これもう、ダメだろ。ちょっとあまりにもゲットできないから、自分の好きなボール1つ選んで、それ無限にもらっていいよ。マスターボール以外で。いいんですか？うん。このお互いの性格とか出そうだよ。タイマーボールもらいます。ああ、同じ。まあだよな。時間かかるもんな、これ捕まえるのに。タイマーボールっていうのは、時間かければかけるほど捕まえやすくなるっていうボールだね。いけ、
これすごい 0.4% まで削ったんだけど。いける、ここで捕まえなくて何がポケモンマスターだ。いけー、1、2、3、来い。いやーふーい、捕まえられなかった。マジか。捕まえたテンションじゃん。いや俺は捕まえたと思って、1、2、いやでも明らかに捕まえやすくなってる気がする。来い。1、2、3。なんで出てくんね。今同じ状況なんだな俺らは。でもタイマーボールが使える。これはどう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 しよう。 0.8%。 もうこいつサボテン当たったら死ぬんだヒロ。いやもう俺もそんなもんよ。え、眠るされた。もう何こいつ、そんなの覚えてんのグラドンって。やばい、あと2匹しかいない。あー待って、やばい、あと1体しかいない。あれなんか積んだんだけど。積んだって。なんかポケモン出せなくなったんだけど。あーい、なんで俺もう捕まえられるじゃん。きっと捕まえた。本当に？グラードン捕まえちゃいま、あ、間違えた、グラードンか、捕まえちゃいました。なんで？それだけ。なんで？ちょっと待って。ニコニコ。ハッピーハッピー。捕まえた。お、やったー。いてー。よし、やっと捕まえたぞ。やっとスタートラインですか。ただ名前は知らない。さあ残りも10分切ってるからね。でその節目でポケギブじゃないか。よし、じゃあいいよ。ポケギブ。ポケギブ。あー、いきますよ。泣きてー。オッケー、ギブ。ほい、ガメノです。やばい、あと1体ゲットしたい。あと1体伝説じゃないでしょ。そうだね。いやそれはどうかと思いますわ。いやゲットできないんだってマジで。お前すごくね。待て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 、無限ダイナ、あ、トランセルに当たった。ほんとだ。待って、無限ダイナいる。無限ダイナいる。え、めっちゃゲットしたい。え、捕まえたくね。え、めっちゃいる、無限ダイナー。めっちゃ無限ダイナーいる。じゃあどっちかが無限ダイナー捕まえた時点で終了。なるほどね。さあ、うわーすげー、初めて見た無限ダイナー。やばい、なんか気持ち悪い。いや多すぎない、無限ダイナー。さすがにいけ、これで。うわ結構硬いな。どうだ、どんぐらい。うわこれダメだ。うお、めっちゃ早い。いやーどうしちゃった。2、3、来い。4、来た。イエーイ、マジで？無限ダイナーゲットー、やったー。弱いじゃん、じゃあ無限ダイナー。いや無限ダイナー強いって。さあってことで、あ、じゃあ最後にポケギブするか。じゃあ最後にポケギブ俺からいきます。はい、ムーマージ。アルセウス、アルセウス。さすがにだ。土人だ。さあ、じゃあってことで使うポケモン選んで。選びました。別に伝説じゃなくてもいいんだからね。何でもないと。ちょっと俺がさ、頑張ってゲットした伝説さ、クソ弱い個体しかゲットできなかったわ。今技見たら超弱いんだけど。でな、無限ダイナも弱い可能性あるしな。ちょっとやばいわ。ちょっと待って、ライコーめっちゃ発生して気持ち悪。ゴキブリだ。ゲットできねえかな。ワンチャンやっとくわ。ひでえずら、ロケット団よりひでえことやってる俺ら。じゃあレベルは100に合わせよう。オッケー。やばー、ライコー。バッタ。やめろ。毎回悪いんだよ、その言い換えが。さあ、ということで、この、え、ちなみに、これ、負けたら死ぬからね、下に落ちて。なるほどね。死のポケモンバトルです。それでは、準備いいですか？はい。勝負だ！リモコン！うわー、最初にザシアン？ザシアンタイプなんだっけ？教えません。いや、ドラゴンあった気がするんだよな。わかりません。シンプルする気？聞きませんよ、そんなの。いや、これ。竜の波動。やな。これは、ちょっと待って。え、効果なかった今、もしかして。ちょ、これ、不一致きたな。え、ドラゴン効果抜群だと思ったんだけど、まあ、おそらく違うな。ゼルネアスだ！あ、これ、スマブラに出てきたやつね。いや、いいんです、いいんですよ。絶対これ聞くから。これエスパーからってやつって。いや、ドラゴンエスパーとかかな。ちょ、俺ら、にわかがこうやってタイプ喋るのやめよう。いや、わかんないから、もう、竜の波動で。ムーンフォース？すごい強い。お前絶対分かってなかったやん。いや、エスパーだったはずなんだけど。いけー、無限ダイナー。絶対これ弱い。さっき確認済み。待って待って、HP めっちゃ多い。見せ見せ見せ。高速移動。これで回避率上げろ。めっちゃ痛い。ちょっと待って。いや、これは俺がもう実証済みだから。ちょっと待って。これでお前次。当てるな。
高速移動で避ける。ああ高速移動効かず。そして待って待って、俺が頑張ってゲットした、こいつまだラスト見せてないんだよね。見せとくか。見てみたいな、それは。何それ、絶対伝説じゃないじゃん。グラストリアーだよ。おい、伝説以外なしって言っただろ。グラードン出た。俺こいつめっちゃ頑張ってゲットしたんだよ。こいつさ氷タイプだと思うんだよ。なのに氷タイプの一個もない。いや、もう行け、大岩の剣。何それ。うぅ、落ちた。待って行け、挑発。これでラスト1つ打っちゃおうかな。大岩の剣、ちょっと待って、なんか一回ちょっと見逃してよ。いいよ、大岩の雑誌なんで決めたいな。行け。なになに、おっそっ。セミタックル、イエーイ。俺の必殺技がグー、反動が痛い。いや、こいつエグいわ。いけ、挑発。これで挑発に乗って俺もうとどめさせていいか、こいつに。いや、させないよ、俺にその攻撃は当たらない。なんで俺弱っ。今回俺バカ弱くなかった。いや、やばかった。めっちゃ弱いんだけど俺。よくわかんねえわ。あ、待って。え、僕死ぬんですか。いや、いつの間にかなくなってたよ。え、やめて、やめて、やだ、死にたくない。怖い、怖いよ。生かされてる今。あ、絶対許さねえ。次は絶対に勝つ。ボコボコにされた。